趣味分、趣味分、趣味分がやってきてたんですよね。はい、はい、やってきてたんですけどね、はい、ちょっとね悩んだページがここのね付箋つけてるとこなんですよね。もう今ねこれ動画ね収録してるのが2020年で、公開するもまあその時期なんですけど、はい、まあそれなんでまあこのページはもうちょっと気にしなくていいかなって思うんですけど、はい、ちょっとねこれ出た時にねちょっとこのページってねちょっと疑惑のねページやったんですよね。はい、でまあその手に入れた時にねちょっとこの動画撮ろうか、まあ、撮らないかって悩んだんですけど、はい、自分はねちょっと撮らずに後の方にね回す形にしました。はい、ということでね、まあ、またこのページがね来た時にねちょっとその理由とか、まあ、そういうのは言おうかなって思うんですけど、はい、まあ今回もね、はい、この趣味の文具箱がね、はい、やってきたということでね、はい、やってきたんで、まあこれをね皆さんもうすでにねお持ちの方もいるかもですし、まだ持ってないよっていう方もね、はい、ね、お店で買ってきて、ぜひねこの動画と一緒にまあ見てもらうと、まあ、文房具マニアのね、はい、亀の子さんがまあいろいろね一緒にこういうふうにバーって読んでいくと、まあ横道にそれた話題とかね、はい、目の前にねいろいろそれ関連のペンとかね、なんかこういうふうに並べていくと、まあ2倍3倍4倍 N 倍とね、はい、楽しめるかなっていうコンセプトのまあ動画になります。なのでまあぜひね皆さんね今からお手元にねこの本をねもう一回用意していただいて、はい、持ってる方はもう一回用意していただいて、持ってない方はまあお買いになって、はい、この動画をぜひ見ていただけたらなと思います。はい、それではスタートします。はい、じゃあね今回の趣味の文具箱ボリューム52になります。はい、52結構いってますよね。はい、でね今すごく欲しいペンとノートという形でね、はい、ちょっとねこの茶色がかったねこの金具がついたねなんかかっこいいね中二心をねくすぐるね、はい、素晴らしいねなんかペンがね、はい、あペンやないね、はい、ノートがこういう風になってます。はい、でねここに合わせてあるペンがねこれペリカンのスーベレンですね。はい、スーベレン、はい、これもね結構人気のねやつで、まあ、茶色い軸のやつですよね。はい、ペリカンの代名詞のやつです。でねここのところにね、はい、下のところに下がっていくと、はい、ここにね毎回目玉のねペンがいろいろ出たりしてるんですけど、はい、ここの中にね、はい、これがね発表された時にね、はい、ちょっと SNS でねなんとねぼかしがかかってたんですよね。はい、このペンなんですけどね、はい、これはやばいペンが来るぞって思ってたらね、しばらくしたらねまあそのね、情報解禁になってねそのモザイクが取れた形なんですけど、はい、そこで飛び出してきたのが、はい、そうです、このマルゼンのね、はい、カスタム漆ルリっていうやつなんですよね。はい、これねパイロットのねカスタム漆っていうねやばい万年筆があるんですよね。はい、まあやばいと言うたらねあれかもなんですけど、はい、まあすごいね話題になったね万年筆です。はい、赤いというか、まあ、紅色のね綺麗な万年筆でねぶっといやつで大きいやつです。はい、でねもう遠くからねまあイベントとかでねその赤いねそのマネスのごっついやつ持ってたら、あカスタム漆持ってはるみたいな形でねもう注目の的です。はい、すごいね目立ちたい方とかね、はい、まあちょっと自慢したい方は結構ねこれどやれるね素晴らしい一本になるかなっていうねカスタム漆です。もう所有してるね満足度も非常に高いやつになるんですけど、はい、まあ赤とね黒とかもねあったりしたんですけど、はい、それにね青が加わるいう形なんですよね。これしかもね2020年のね流行色がねクラシックブルーかねなんかちょっとブルーみたいなカラーやったんで、もうこれもう抜群ですわもう、はい、という形なんで、もうこれ絶対にねやばい、これはもうすぐ売れるなって思ったらねもうほんまにね瞬殺でしたねこれ。はい、もっとね数用意しとったらいいんじゃないかなって思ったんですけど、まあちょっとねそういう風なやつがまあ表紙に載ってる形になります。はい、じゃあね後ろをちょっとこれ見てみると、はい、後ろはねこれカランダッシュがね書いてありますね。これはい、これねスイーツのやつですよね。はい、カランダッシュ、はいはい、でねここのところはねちょっと赤いねなんかアクセントがここについたやつですね。はい、これクルドールレーシングって書いてありますね。はい、かっこいいやつですよねこれ、赤と黒、はい、定番のねかっこいいカラーリングのやつです。はい、という形でねこれ表と裏がこういう形になってました。はい、ということでね皆さんねもうお手元にね、はい、趣味の文具箱ボリューム52ご用意でしょうか。ということでねじゃあ進めていきたいなと思います。はい、じゃあねちょっとね前が寂しいんでちょっと印刷したやつをね、はい、ちょっとこういう風に出しておきます。はい、
ということでね、はい、じゃあちょっと進めていきましょうか。はい、じゃあまずね、1ページ開けますと、はい、スーベレンがね、出てきましたね、これ、はい。まあね、緑がね、結構あれなんですけど、このね、あのガンメタリックというか、なんかね、この黒いやつもかっこいいですよね、これ、はい。でね、その横が、これ、あれですね、あの D グレーマンのね、漫画家さんの星野さんの、あの M55。あ、M55 じゃない。はい、あの、マイクロ5のね、はい、手帳のやつがこういう風に書いてあります。はい。まあね、M5 手帳も結構ね、あの、もう浸透してきましたよね。はい、M5 回とかのね、まあ回もあってか、結構ね、いろんなメーカーさんからもね、ちょっと M5 とかってなんか復活のね、兆しもありますしね、持ってる方もちょっとね、よく見かけるようになったような気がします。はい、自分もね、あの、持ってまして、はい、まあ、せっかくねこの色とよく似た形なんで、これイエローなんですけどね、実は、はい、まあ、あのこのね、あのマイポケ5っていうね、はい、長澤文具さんのね、あのオリジナルのここがね、金具がついたね、はい、レクタングルをねちょっと彷彿とさせるような、ちょっとアッシュフォードさんとねコラボモデル、あの前とね後ろのところにね、あのポケットがねついてるっていうところがね、あのこうやってねポケットがこういう風についてるのがいいところと、あとはねこのね、あのこの革なんですよね。はい、これがね、あの、あれなんですよね、あの、何やったっけ、あの、ルガードです、ルガード。はい、ルガードっていうね、はい、あの、高級な革が使われている形になります。まあ、高級な革は使われてるんですけど、あの、M5 ってね、小さいサイズの手のひらに収まるぐらいのサイズなんで、はい、まあ、こんな大きいね、あの、手帳に比べると、まあ、値段がね、あの、ちょっと下がるんですよね。はい、ということでね、高級な革をね、あの、ちょこっとね、あの、持ちたいっていう風な方は、非常にね、この M5、非常に向いてるんで、おすすめします。はい、まあね、その他にもね、この M5 のね、魅力っていうのがね、結構この相棒感っていうやつとかね、このあの抜群の携帯性とかね、はい、いざという時にシュッと出せるという、うん、本当にね、この M5 ユーザーならではのね、はい、この鋭い観点をうまいことね、この漫画チックにね、はい、あ、漫画チックとかもうまさに漫画ですけど、はい、それで綺麗にねまとめ貼ってます。いや、さすがです、見事です、はい、素晴らしい、はい、はい、というふうにね、あのね、あの M5 のね手帳の魅力はまずボーンって載ってます。はい、そんで次めくるとこれペントさんのやつですね。はい、いろいろ出てきます。はい、シンフォニー、はい、これ結構ね、あの有名でね、あの人気なシリーズですね。はい、それがいろいろ出てます。はい、でまあそれがありまして、まあ目次ですね。はい、目次がありまして、でまあノックスのね、なんかちょっとねブルーのね、ちょっと濃いやつ。はい、今年2020年ね、結構ね、あの、クラシックブルーとかが流行りなんで、これ結構いいんじゃないかなっていうやつですね。はい、そんで、その次が、はい、これ、樹氷アメジストマネース。はい、これもね、なんかね、穴行きを彷彿とさせるようなね、はい、なんか美しいやつですよね。これ、はい、もうファンの方とか、かなりね、いいかもですね、これ。はい。で、次行くと、はい、カランダッシュのね、はい、なんか、これ、あ、これ、あれですね、あの、後ろにね、あの、書いてあったやつですね。ちょっと赤が入ったやつです。あ、あとですね、あの、今回のね、これ、あの、2019年の12月7日にですね、あの、実はね、あの、長沢文具センターのトークショーがありまして、はい、そこで万熱サミットっていうやつが開催されたんですよね。はい、まあ、そこのところで、あの、清水編集長と、あと、井浦副編集長とかね、あと、他なんか、あの、何人かその関係者の方来られてたんですけど、はい、あの、その方がね、結構この趣味の文房具はここ52のことについてね、いろいろ話とかね、あのされたりとかしてて、まあその裏話みたいなのも今回はね、ちょっと踏まえて、あの話していこうかなと思います。でね、確かね、この清水編集長ね、あの自分のメモによると、このカランダッシュのこのね、赤いチュッて入ったやつ、これね、お気に入りみたいです。はい、ということでね、はい、まあカランダッシュのやつがいろいろあるんですけど、はい、この849もね、いろいろね、まあね、バリエーションがあったりするんですけど、はい、このスパークル、これ金色のやつ、これすごいですよね。これ金キラ金ですよね。はい、まあちょっとね、あの全然価格帯は違ったりするんですけど、あのビッグっていうね、あのボールペンとかでもこういうふうな金キラ金のやつとか出てたんで、これ横に並べてみても面白いかなって思うやつですね。はい、でまあなんかね、こういうふうにカランダッシュのやつがあって、次めくると、はい、マルゼン世界の万年筆展出ましたよ。この カスタム漆のルリ、これね、まあ、開催がね、これ2020年の3月4日から10日ってね、あのまだ先なんですよね、これ。まだ先なんですけど、はい、これ、全モデルの予約受付中、お問い合わせは丸善日本橋万年筆売り場までって書いてあるんですけど、こんなんもうね、開催前にね、なくなるでしょ、これ、みたいな形なんですけど、はい、なんと、これ、
ね、カスタム漆のこれ、まあ、10万いう値段帯なんですけど、45本はこれはちょっと少ないんじゃないかなと思います。はい、まあね、案の定ね、もうほんま瞬殺どころか、もうほんま秒を争うぐらいのなんかね争いやったみたいなんですけど、はい、まあね、まあ、一瞬でなくなっちゃったみたいです。これプレミアつくんちゃうかな、また。しかもこれかなりね、その冒頭でも言ってるようにね、パントーンのね、今年のね、2020年の色でもあるんで、これはやばいぞっていう形します。はい。でね、このアテナインキのね、この日本橋金館っていうやつがこれあるんですけど、これ欲しかったな、これ自分。はい、でもまあね、これ、もうないだろうな、もうこれ予約されてないんかな、ちょっとわかんないですけど、ちょっと手に入らないような、気配がします。はい、でまあ次行くと、はい、これラミのダイアログ漆、またこれ漆かなんか出てきましたね、これ。はい、まさかのね、これ4本セットでね、なんか恐ろしい値段帯がついてますね、これ。はい、もうなんか桁がね、桁が多いというやつなんですけど、はい、ラミダイアログ3、はい、ダイアログ3でこんなんでですね、はい、すごいです。はい、元がね、まあ5万ぐらいの万年筆なんですけど、はい、4つでこれか、すごいな。はい、というやつです。はい、で、次行くと、はい、マイセンサっていうやつが出てきますね。はい、これなんか変わったね、万年筆なんですけど、はい、これインク沼の方はね、かなりね、来るんじゃないかなっていうやつですね。はい、これ、実は、確か万年筆サミットやったかな、なんかどっかでね、イベントで見た記憶があります。はい、なんか結構ね、ちっちゃい、すごいちっちゃいね、万年筆でした。はい。まあ、これ結構ね、インク沼の方刺さりそうな、なんかルックスですよね。はい。で、これ、クラウドファンディングでね、やってたんですよね、これ。はい。幕開けっていうね、有名なクラウドファンディングサイトがあったりするんですよね。まあ、他にも、キャンプファイヤーとかっていうね、まあ、有名なとこがあったりするんですけど、まあ、これ、幕開けの方でやってましたね。で、幕開けの方でね、他、今やってたりするのが、くつわさんのね、蛍光色のノック式のやつとか、あと、フレックスノートっていうね、閉じる部分がね、円盤みたいになったやつの、なんかノートの、あれがね、パンチがなんと登場するんですよね。はい、まあ、それに関する、クラウドファンディングみたいなのを今募ってられる形になります。まあ、ぜひね、まあ、ファンの方とかね、気になる方はね、クラウドファンディング、結構安い値段からやることができるんで、まあ、応援に入れてみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、はい、次のページ行くと、はい、ピニンファリーナ、あ、ピニンファリーナ出ましたね。これフェラーリとかのね、ワンオフモデルとかね、特別モデルとかをまあ手掛けたりとかしてるところになります。まあ車以外にもね、なんかいろんな工業製品とかもやったりとかしてるんで、まあどっちかというとインダストリアルデザインとかね、なんかそういう風な形とか、まあプロダクトデザインとか、なんかそういうのをまあ専門的にされてるなんか舞台みたいな形になります。はい、そこがね、ペンも出してて、まあ自分もね、車はね、実はデザインいとき好きやったとかもありましてね、はい、そのペンをね持ってます。はい、それがこちらになります。はい、じゃん、はい、こちらになります。はい、これね、インクレスペン言って、またこれね、後ほどまたちゃんと紹介しようかなって思うんですけど、はい、半永久的にね、先っぽのチップがね、まあ書けないというか、もうなんかチビン限りは半永久的に書き続けられるっていうね、はい、こういうやつです。これね、台座もね、結構こういう風にね、かっこよくてね、はい、なんかね、はい、こういう風なところにね、こういう風にシュッて、こういう風に、ね、刺しておいたら、なんかね、このデスクペン代わりみたいな形が、もうこれオブジェとしてもね、なんか結構綺麗やなっていうやつでね、はい、まあ買った形なんですけど、なかなかね、これむちゃくちゃ薄いんですよね。はい、紙に書いた時にね、これ紙がかなり選ぶんですけど、まあ実際書いてみると、これ紙があって、はい、こういう風に書くんですけど、はい、むちゃくちゃ薄いんですよね、これ。はい、何インチぐらいあるんかな、これ。もうむちゃくちゃ薄いんですね。ちょっともう白飛びしちゃうかもなんですけど、もっとね、これ紙をなんかちょっと今さっきのはね、適当にその辺からシュッて取った紙なんであれなんですけど、もうちょっとね、紙によっては濃くかけたりするんですけど、まあかなり薄いっていうやつなんで、そこがネックなんですけど、はい、まあそれに合うね、なんか紙とかなんかそういうのも、これもまたね、クラウドファンディングしてたんですよね。はい、どこやったかな、ダイヤモンド社がなんかやってたんかな。はい、なんかそういう形でなんかやってました。はい、あとダヴィンチのね、没後500周年みたいなのとかもあったりとかで、なんかその辺も絡めてのなんかクラウドファンディングみたいなのをちょっとされてました。はい、でね、この中でね、自分まあ気になるのがこのピニンファリーナ PF1 っていうやつなんですよね、これ。はい、なんかね、面白いですよね、これ。なんかクリップを108度回転させて芯を出すユニークなメカニズム、これ一回ちょっとね見てみたいな、これ。
はい、ちょっとこれ気になるやつが出ますね。はい、で他のやつに関してはこれまたね、インクレスペンはこれね、薄いんがね、なんとなく分かっちゃってるんでね、ちょっとこの辺はちょっとあまりそそられないかなというところです。あとは先っぽをね、これかといってボールペンにするっていうのもちょっとどうかなっていうのもあったりするんで、やっぱりね、個人的にはこの PF1 っていうやつがね、すごい気になります。これクリップ部分もね、なんかプラチナの、これなんかな、プラチナの Z をちょっと彷彿とさせるやつですね。これなんかどういう風なあのクリップの動きするのかなっていうのが非常に楽しみな一本になります。まあ、値段が 16,500 円ちょっとするんですけど、ちょっとこれ気になるな。ちょっとまあ出たらちょっと見てみたいあのペンになります。はい、で次行くとポルノグラフィティのね、はい、進藤さんのこのセーラー万年筆のなんか工場見学みたいなのがあるんですよね。はい、これどうもね、トークショーやとぜひね、もう行きたいみたいな形で本人がね希望されて行ったみたいです。いいよな、自分も行ってみたいなこれ。はいね、なんか小学校とかね、そういう時とかは結構ね、社会見学とかじゃないですけどね、そういう風なトライアルウィークじゃないですけど、そういう風なねものとか、まあキッザニアとかね、はい、なんか子供らがそうやって職業体験いうのができる機会があっていいかなって思うんですけど、大人になるにつれてね、やっぱりそういうのは少なくなりますよね。ぜひこういうのね、行ってみたらね、さらにファンになったりとか感動もでかいと思うんでね、こういう機会ね、結構もっと設けてほしいなと思うんですよね、大人になっても。はい。で、なんかいろいろなんかまあね、楽しそうな様子が何ページかにわたって出てるんですけど、なぎなたコンコルドを愛用ってすごいなこれみたいな形なんですよねこれ。はい、なぎなたコンコルドを愛用されてるんですよね。いやー、これ特殊なねペン先のやつでね、一時ね、もう受付終了されてたんですけど、また復活したやつなんですけど、それ愛用されてる、いやー、かなりねマニアですね。はい、でまあ工場見学のやつが終わりまして、あでまあセーラー万年筆の新オリジナルペン先という形で、はい、やっぱこの特殊のやつですね、はい、特殊ペン先のやつがこういうふうに特集されてます。はい、まあでも自分個人的にそこまでね、まあ変わったペン先ですけど、あんまり自分はペン先は、うん、どっちかというとこういうふうな形よりかは自分フレックスの方がね、はい、気になるタイプです。はい、まあ、これもね、人それぞれかなって思います。で、まあ、もうね、何ページかにわたって、このペン先のね、すごいね、官能的な、このね、ね、二部のね、なんか写真が載ってますね。これ、非常に綺麗に写真撮られてますね。すげえ。はい、というのがね、はい、こういう風に載ってます。でね、30ページあたりに出てくる中ね、なんかやばいやつ出てきましたね、これ、はい。超絶にサイバーな螺鈿万年筆、これすごいな。これ価格はね、要相談アスクになってるんですけど、これえらい値段しそうですよね。これはい、一重百千万十万、ペンケースに至ってペンケースで33万する形なんですよね。これやばいな。これ工房説の、これどこや、工房説かな、はいの、や、あ、工房節さんですね。はい、工房節さんのやつでね、まあこの入れ物自体、まあこれも高いんですけど、これ33万ってド級な値段がちょっとね、ペンケースでもついてるんで、これペンになってくると恐ろしいね、値段な気がします。もうその次のページもなんかね、気が遠くなるような、なんかね、このラデの貼り付ける作業とか、もうこの手間だけ考えてもちょっと恐ろしいような、はい、やつになりますね。はい、いやー、これなんぼすんのかな、ちょっとやばいですよね。ちょっと桁が違うようなね、値段帯が、あ、え、値段これか書いてあるか、44万か、うわー。でもこれかなり刺さる方はね、行くんちゃうかなって思いますね、これ。いやー、なんかすごい。はい、まあね、なんかちょっとね、こういうサイバーチックなね、アプローチって結構ね、珍しいですよね。はい、なんかね、自分が知ってる中やと、まあ海外のやつで、パーカーのアーバンでね、なんかブラックのやつが、なんかこういう風なね、サイバーチックななんか筋が入ったりとかしてました。まあそれはね、ラデンとかではなくて、まあ安価なタイプなんですけど、なんかそういうのがありますね。はい、でモーメントゼロコレクショントラモントっていうのが、あ、これもね、ちょっとイタリアンのね、やつですね。美しいですよね、このドルチェビータをね、なんか彷彿とさせるようなこのやつ。
はい、で、まあ、次がね、なんかこのノート、綺麗なのが載ってますね。はい。モリソン万年筆カフェ、いいですね。これ、なんか行ってみたいな。はい、奈良にあるんですね。へぇ。で、まあ、システム手帳サロンのことがいろいろ書いてます。ああ、竹千代さん写ってますね。はい。まあね。はい、なんかあのアンバサダーのね、あのアシュフォードの方なんですけど、いろいろね、こういうふうなあの、まあ、手帳イベント、まあ、各地で行われてます。はい、で、ジムニーの旅ですね。はい、毎度おなじみですね。はい、で、今すごく欲しいペンとノート、はい、っていう形で、まあ、42ページからこの特集が書いてある形ですね、これ。はい、でね、確かね、ここのところなんか言ってはったな。はい。はい、メモってますね。これトークショーの時に言ってたんですけど、はい、なんかね、差し替えがあったみたいな形みたいなんですよね、これ。はい、結構ね、ここ、フレックス系のね、あのペン先の紹介がいろいろされてるみたいです。でね、ちょっとね、エラボのなんかやつが、ちょっと差し替えがなんかあったっていう裏話がね、なんかありますね。はい、まあ、フレックスっていうね、マネースがね、すごい楽しくてね、自分もすごい好きなんですよね。開いて閉じて、開いて閉じてみたいな形で、強弱、強弱はつけれるね、まるで筆のように扱える。まあ、そういう風なね、やつ好きなんですけど、なんかメーカーとしてはね、やっぱりペン先のね、ニブを痛めかねないということでね、あんまりそれはね、メーカーとしてはあんまりちょっとしてほしくないみたいなことみたいなんですよね。まあ個人的にはね、すごい楽しくていい思うんですけどね、 YouTube とかでもそういうのカリグラフィー的なやつバーって出てますし、まあ安いやつだったらね、もう高いやつだとちょっと怖いんですけど、安いやつだともう思い切ってえいってやってね、芸術作品的な形にしてもね、いいとは思うんですけど、まあメーカーにとっては苦情のね、そのことにもつながったりするんで、まあやめてほしいのはなんとなくわかるんですけど、それでね、まあ万年筆全部が結構ガチニブ系になっていくっていうのもちょっとね、自分はあんまり微妙かなっていう風なのが、まあ、正直な印象です。まあでもまあその時のまあ細なんとまあ普通の細いやつのまあ違いとかね、なんかそのパイロットでもあの S がつくやつとかね、はい、そういうのがまあ柔らかいやつなんですけど、まあその違いみたいなのがまあちょっと見えるようになってます。でもこれね、ここに見えるよりももっと筆圧かけるともっとフレックスする形になります。はい、まあそれはもう自分もいろいろ試してみて、ああって分かったやつなんですけど、はい、で結構ねそのやつが出てるんですけど、まあ個人的に自分がこのフレックス系でかなり良かったかなっていうのは、はい、このフォルカンですよね。まあ、フォルカンむちゃくちゃ柔らかいです。そんでむちゃくちゃ開きます。パイロットの中ではむちゃくちゃ開くかなっていうやつなんですけど、このね、SF シリーズ、パイロットの S がつくシリーズ、カスタム742のこの SF シリーズ、これ結構開きます。で、エラボはちょっと自分ね、癖があって、ちょっとあんまり好きじゃなかったですね。で、ちょっとモンブランのね、これフレキシブルニブ気になるんですけども、モンブラン自体が結構ガチガチな気がするんで、あんまりちょっとこれはあれかなって思いました。で、ピナイダーのね、このペンがね、結構フレックス系ではかっこいいね、ペン先なんですけど、まあ実際そのね、フレックス度合いがどうか言われたら、ちょっと自分はそれやとフォルカンとかね、そっちの方が好きやったかなっていうのがまあ印象でした。はい、あとはジャスタスとかいうやつもね、結構開いたんですけどね、ペン先のなんか形調整ができるってやつなんですけど、はい、というふうなね、なんかフレックスの特集が何ページかにわたって書いてありますね。で、まあ48ページあたりからはちょっとカリグラフィーのね、書き方みたいなのがいろいろ書いてあります。はい、これカリグラフィーにはね、先っぽがこういうふうにバチって切れたやつがね、いいみたいですね。はい、でなんかカリグラフィーのね、世界的なことがまあ何ページかにわたって書いてあります。そんで、まあ字幅のこととか、まあなんかペン先のこと、はい、なんかそういうのがなんかいろいろ、はい、書いてありますね。はい、あ、なんかペンのこのフレックス度合いのなんか選び方とか、なんかそういうのがまあ特集としてまとめられてる感じになりますね。はい、で、まあ58ページあたりからこれカベコのチョイスのやつですね。はい、これやられてたんはね、自分も店頭で見てたんですけど、これね、黄色、自分の好きな黄色がねなかったんですよね。これ黄色あったらね、ぜひやってほしかったなあいうやつなんですけど、まあ自分ね、黄色いねスポーツ実は持ってるんですよね。はい、それがこちらになります。
はい、こういうね黄色いやつ自分もすでに持ってるんですよね。はい、まあこれあの海外のね限定のやつなんですけど、あのあえて取り寄せた形なんですけど、これ黄色のやつもねぜひこの軸の中に入れてほしかったな。まあ、入ってたらねもう黄色ばっかのねやつ作ったりするんですけど、ちょっとねその黄色系の色がちょっと見当たらなかったですねこれ。はい、でも一回これやってね、あのガチコンってやってみたらなんか楽しいかなっていうやつになります。はい、ということで次が3000円で買える高機能ユニークマネースですね。はい、3000円でも結構いろんなね変わったやつあるんですねこれ。はい、なんかいろいろ紹介されてます。この過去のエッジ、過去のエッジ、これなんかパッと見すごいですよねこれ。はい、過去ってねあれです、特にブングソムリエールの方かな、はい、ソムリエールのねあのカンさんがね結構このペンケースのとこで有名してて、結構そこから話題になりだしたかなっていうメーカーなんですけど、はい、そこのところねね、海外のブランドなんですけど、結構ね安価でねすごいいいデザインのやつ出すんですよね。はい、これ非常に注目です。はい、いや3000円でも非常にすごい魅力的なあるやんみたいな感じですね。はい、特にこの IWI っていうところ、これあんまりご存知でない方もいるかもですし、自分もあんまり知らないんですけど、はい、最近かなりねいろいろいいやつを出してるとこみたいです。あ、でまあ63ページのところにもね、はい、これ書いてあるんですけど、 IWI 結構ね安価でいいやつ出しますよねこれ。え、これ2000円に見えへん、すげえ。あ、いや2000円じゃないか、はい、これは4400円か。でも結構、はい、まあでも値段にしたらね結構高級感のあるやつ出してますね。はい、海外勢強いな、これからどんどん来そうですね。でこれどこなのこれ、IWI は台湾か、台湾なんか、台湾強いですよね。はい、台湾文具もどんどんねすごいんが出てきてるんでね、日本やばいよはい、結構ね台湾勢すごいな、いい感じですね。はい、で次が、はい、これも中二心すごいくすぐるノートが出てきました。はい、64ページ。はい、これ表紙にもなってた金具がついてたやつですね。はい、これねすごいね、もうなんか魔法陣とか描きたくなってくるようなね、はい、やつですね。もう自分がねもう本当に小さい頃とかにこれ出てたら、もうかなりね魔法ノートみたいな形にしてたかもしれないです。はい、でなんかいろいろ書いてありますね。はい、でまあ66に行くと、まあノートのやつが書いてありますね。はい、でまあ68ページあたりが、これが、はい、あれですね、黒曜がね、こうやっていろいろカラーリングのやつを出しました。まあ、このね、ゴールデングリーンがね、はい、これがちょっとね、黄色よりかはちょっとこれ緑がかった形だったんですよね。なんでまあちょっと悩んだんですけど、ちょっとこのシリーズはね、自分見送る形になったやつなんですけど、はい、ぜひね、この色合い集めてる方とかね、コーラル系カラーとかがね、気になる方とかはもうバッチリハマってくるやつで、まあ、トータルコーディネートできるかなっていう形になります。はい、で次がねこのローラーボールとかがいろいろ出てきてますね。はい、このねジャックエルバ、はい、このアンバーゴールドっていうやつなんですけど、はい、これのねローラーボールじゃなくてこの万年筆の方、むちゃくちゃねこれフレックスしたかなって思います。はい、でこのね月光デザインのねこのオーバルインクウェルっていうこのねインクが溜まってるやつ、これ結構ねなんか可愛い形のねインク瓶やって話題になったんでね、この瓶とか結構刺さった方はこのねガラスペン買うといいかなと思います。はい、そんでねヤーチンさんのやつですね。はい、ガラス万年筆のねリンティーってやつが出てきます。はい、これもね非常に綺麗なやつですよね。そんでこれも台湾のねブランドです。はい、ヤーチンさん自身もね非常にねインクをね集めて貼ったりとかしてね、とてもねいいね女性なんでね、楽しい女性なんで、はい、まあねやっぱねメーカーの人がねすごい好きでね楽しかったらね、やっぱりねユーザーもね持ってて嬉しいとこもあったりもするんでね、応援したいの気持ちもあるんで、はい、まあいつか自分もねこのヤーチンさんのペン手に入れたいなって思ってます。はい、まあガラスペン他にもね綺麗なやついろいろ出てますよね。はい、まあガラスペンね持ってるとねインクがねいろいろね、はい、欲しくなってきたりとか、インクいっぱい持ってる方は逆にねガラスペン欲しくなってくるもんなんですよねこれ。はい、でねこれ出ましたね、これジェットストリームエッジ。はい、このジェットストリームエッジ、はい、これね 0.28 ミリというね世界初のね油性のね
あのボールペンを採用したやつです。ちょっとねこれラミーのサファリをね彷彿とさせるやつなんですけど、うん、結構まあまあ見比べてみると結構そこまでね、あのまあそこまでびっくりすることは似てないかな。まあちょっとあの頭の中脳裏をねふっとねよぎるような形になってますけど、はい、まあこれぐらいだったら大丈夫でしょう。はい、ということでまあフリクションポイントノックがねここ出てますね。シナジーチップ、はい、結構シナジーチップ推しですよね。はい、でまあ出てきたのがこれがあれですね、ソスタンツァペンシル。これ知らないな。なんかリングがついててなんかねこれ2ミリ芯が入るやつですね。はい、値段もそこまで、あでもまあまあそっか。はい、まあ今後ねちょっとあのあれですね、光輪鉛筆さんが2ミリのねあのカラー芯でちょっとねいろいろ考えてはるんで、これはちょっと非常にそうなったら楽しみな一本になるんじゃないかなと思います。でまあ鉛筆の消化がいろいろあって、あ水に溶けるこの鉛筆これいいですね。はい、が書いてあります。でまあレターのやつがなんか書いてありますね。あ、添え文味線、はい、これも自分も動画でも紹介結構してるんですけど、はい、こういう風なねあのちょっとしたねメッセージを込めるっていうのもいい形になります。はい、でまあインクの特集ですね。はい、ツイスビーのインクが出る、これがね非常にね注目ですよね、これ。はい、まあそういうのがあって、まあインクが来るんですけど、はい、来ました、このページです。はい、82ページと83ページ、はい、ここなんですよね問題が。はい、特にねこの83ページのねこのあれですよ、はい、このダイヤミンから出たねインクベントカレンダーっていうやつ、はい、これがですね実はね12月のね頭から順番にね25日まで開けていこうっていうコンセプトのインクなんですよね。はい、なんでねこれねあの発売されたのがそれより前なんですよね。ということはこれをねあの持ってはるインク沼の方、はい、あのインク大好きな方わあ、ちょっとこのページ見たらねこれあの一気にね全部あの電飾載ってるんですよね。なんでこれちょっとネタバレになるんで、この部分はねちょっと袋閉じかなんかの工夫をした方が良かったかなってねちょっと思ったりするんですよね。というのもいきなりなんかこうやってポンってページ開いてたら出てくるんで、あっていうことがねちょっとありえるんであれですね。でねこのページね結構あの今話題のやつとかは結構ねあの人気のやつがまとめられてるんで、さらにねちょっとその辺がちょっとあっというとこやったりもしたんですよね。あのこのねロバートねあのオスターっていうねところもね、これオーストラリア発のねとこなんですけど、これもねちょっとあの発色がいいいうことでね結構あの人気なやつですし、このトノ&リムズ、あのトノリムさんのやつなんですよね。はい、このインクもねもう自分も持ってたりするんですけど、あの香りがついたやつとかかなりねあの今すごいトレンドなあのインクですし、このカウゼットインク、はい、このレッドクラッシュしまくるっていうね、はい、非常に美しいレッドクラッシュするっていうやつで、もうこのカウゼットインクも非常にねあの話題なんですよ。で神戸インク物語、もうこれはねもう言わずもがな王道のあのねインクのねあのブームの先駆けになったこのやつで、しかもあのバウハウスとのコラボモデルとかね、このノルティとねコラボした、これ結構あのパッケージも綺麗なやつなんですけど、これもね載ってるという、この見開きでねかなりあのね話題とかね結構あのホットな内容が入っているところに、このネタバレのやつがボンってきてたんで、ここはちょっとねちょっともうちょっとねこれ考慮あのした方が良かったかなってねあの思った点で、ここ付箋を貼らせていただいた形になります。はい、でまあ次のとこ行くと、まあねこの台湾とねこのブランドとコラボした限定インクという形で、これもね非常におしゃれなインクですし、これもちょっとねあの話題になってるやつなんですよね。はい、まあこのインクが出てきたりとか、あとはねそうですね、あこの海牛シリーズってなんかいいな、これなんか黄色のやつがなんか出てますね。はい、あとこのノンブル、はい、これちょっとねあの注目のとこですね。これ後の方でも出てきてるんですけど、この紀ノ国屋書店グループがねあのプライベートブランドのノンブルっていうやつをねあの発足しまして、そこでねにゃんこちゃん、はい、にゃんこちゃんのね万年筆とこのインク出したんですよね。はい、これもにゃんこ好きにはもうたまらんですよこれ。はい、まあそういうねあのやつを出して、これもねあの自分 SNS とかでねあのフォロワーの間で真ん中わーって話題になってました。はい、で次がこれあのジャッククエル版系のねなんかインク、あこれうまいこと絵描いてはりますね、インクの、はい、やつが出てきたり、次がまあインク見本帳のねやつがこうやって出てきてます。あ
武田健さんですね。はい、イベントとかでもねお会いした方です。はい、まあタロット占いとかねしてくれはったりとかする方なんですけど、はい、うまいことまとめてますねこのインクのやつ。はい、でモンブランのフレキシブル2部の大研究。モンブランね、先ほどもちょっと言ったんですけど、まあガチ2部系かなとなんか思ったりもするんですけど、これ実際なんか試してみたいですね。お店で試せるのかな。はい、結構な値段帯するやつなんで、ちょっと試させてもらえるかわかんないんですけど、ちょっとまあ気になったりもします。まあ自分のフォロワーさんとかフォローしてる方の中でもなんか何人かねちょっと買ってる方がいた形なんでね、ちょっと気にはなってる形です。でまあパーフェクトペンシルのねことがいろいろ書いてあります。はい、でうわなんかすごいノートが出てきたな。はい、なんかすごい書き込みのノートがなんか出てきてます。まあノート教の方のやつですね。はい、でまあ台湾のカルチャーにいろいろ触れてます。はい、東鉄とかもいろいろ出てきてますねこれ。はいはい、まあ、台湾の文具結構ね今ホットなんですよね。はい、そんで文具箱通信のところには、はい、ノックスの、ああこれなんかまた流行りそうなね、なんかこのロール系のねなんかペンケース出てますねこれ。はい、でこの、はい、このインク見本帳を楽しくいけるこのスタンプ、はい、これもねね台湾やったかな、はい、のなんかねまあ、ちょっと有名な人でね、タイガーさんっていう方がいるんですけど、その奥さんがねされてるスタンプのやつが出てますねこれ。はい、はい、そんでまあ次がまあ趣味部のオリジナルのねなんかやつがいろいろと出てる形になります。そんでまあシステム手帳、これもまあ前回と一緒かな。はい、でまあバックナンバーのね趣味部のやつが出てたりまあする形です。でまあ ES ダイアリーってなんか出てるんですけど、これは自分あんまり知らないなこれ。はいはい、でなんかねこのなんかクラフトパンチみたいな、あこれ結構可愛く切れるクラフトパンチですね。なんかそれがまあ紹介されてます。はい、でその後からがなんかね、はい、消しゴムのアノニマスデザインみたいな形、あ消しゴムにマステを貼る、これねこれ結構ね若い子、むちゃくちゃ若い子らでもデコのねやつで結構紹介されてます。結構 YouTube とかのね動画とかでもすごい女の子の筆箱紹介とか年齢層低いコーラとかも結構これねやってたりとかして、非常にこれね綺麗で可愛いやり方なんでね、これ自分も一回してみようかな。はい、なんかいろいろ書いたりしてますね。はい、でまあいろいろねキングダムノートさんのまあやつがあって、まあ、主要ブランドの問い合わせ先とかまあいろいろバーッと白黒である形になります。はい、でまあマネスの基本みたいなやつが出てて、アメリカのノート市場ではまあ紙ではなくカバーが勝負どころみたいなことでなんかコラムみたいなのが書いてあります。はい、そんでなんかカレンダーが出てきてて、でまあ読者の意見みたいな、あ読者の声みたいなのがまあいろいろ書いてありますね。はいはい、で高級万年筆の最新情報、はい、なんかいろいろ出てますね。はい、ミッキーのね、はい、ミッキーマウスのなんかスペシャルエディションのモンブラン、うわーこれまたねミッキーマウスワンとかはたまらんやつが出そうですねこれ。はい、でまあモンブランのモデル、わあかっこいいなこのレッドパイソン、かっこいいですねこれ。はい、エキゾチックレザーのやつ、これ高そうだな。はい、やつとかがまあ出てたり、まあアウロラとかねのやつとかも出てますね。はい、でまあ表紙に出てたスーベレーンのね800のねブラウンブラックっていうみたいですね。はい、まあそれのやつが出てたり、あこの茶島っていうやつかな、これ結構綺麗ですよねこれ。はい、であこのねクラシック200ゴールドマーブル、これねお店にありました。これ確かにマーブリングされたなんか黄色みたいなやつ、これね結構いいかなみたいな形です。はい、ちょっと自分どうしようかなって考えてるやつですけど、これ限定で出る、あ限定なんかこれまた限定かよ黄色みたいな形なんですけどね。はい、でまあサファリの限定色が定番化したんですね。いやこれおめでとうございます。はいはい、グリーンとピンク、確かにこれね人気のやつやったやつですけど、はい、定番化はこれね嬉しいニュースですよね。はい、でまあピナイダーのやつがまあ出てきてて、でまあカレン、まあウォーターマン系の話題が出てますね。
で、まあビスコンティか、ビスコンティ自分持ってないんですけど、このアンバーがね結構黄色系のね色なんで、ちょっと自分気になったりもしてます。で、まあいろいろその横はまあカベコとか、まあツイスビーとかね、なんかその辺のが書いてありますね。あ、で、まあ次がエスティーデュボンの中高いやつですね。これはいが出てまして、まあ他のねメーカーのもいろいろ出てます。このエスティーデュボンのね、このあのデフィーっていうやつ、これねちょっとあのお店で見たんですけど、これ結構ねあの綺麗なやつでした。はい、あのまああのちょっと値段はするんですけど、まあ値段以上のこれ価値はあるかなって自分思いました。はい、で次がこのキャップレスデシモですね。はい、これ20カラーズ、はい20カラー出るんでね、もうぜひこれね黄色出てほしいかなと思ったんですけど、この黄色なんですよね。この黄色がねちょっとこれどう見てもこれ緑にね自分見えたんですよね、お店で。なんでちょっとねこのキャップレスあの手に入れようかなって思ってて、まああれやったんですけど、この入れをイエローはなーっていう形でねちょっと見送った形になります。ただねこのキャップレスのこの LS なんですよね、これあのトークショーでもねもうかなりねこれあのパイロットさんこだわって、あのもうほんまあの機構位置から見直して作ったみたいな形なんですけど、はい、まあその意欲作なんですけど、これはすごかった。このキャップレス LS はねこれはかなりあの自分店頭で見て感動したんですけど、あの金具をねあの上からノックする時の静かな音もですし、あのぐるんってその時にゆっくり回る感じとか、その後あのリリースする時のねまた戻り方とかはかなりねその遅延みたいなのがありまして、かなりねこれ高級感がある形でいい感じです。そんでこの切り込みみたいなのもね、なんかもうパイロットさん宝石のねなんかそういう事業みたいなのもやったりしてるんですけど、まあそのブライダル系かなんかその辺のねなんか技術を駆使したんか、なんか綺麗なね形にちょっとされてたんで、これはねぜひねこれおすすめですね。これ自分ちょっと欲しいなって思いました。このキャップレスのこのイエローよりもこっちの方がねなんかちょっと気になったっていうやつになります。はい、でもあタイムラインのね、まあ自分もタイムライン持ってるんですけど、まあこのエターナル系のねこのやつも確かにこれもねちょっと先っぽが綺麗なやつになりました。はい、でまあその次がセンチュリーのスターウォーズコラボみたいなやつですね。はい、そんでまあセーラーマネシスのエボナイトみたいなのが出てて、はい、まあ次がね、はい、あ、このキャッツアイですよ。はい、このノンブルのキャッツアイ、これ結構ねあの猫ちゃん好きの方でねあの話題になってました。確かに今までにねこれあんまりない色でね、ちょっと俺面白いやつかなって思います。はい、でこのウミウシ、これウミウシなんかね、あの腕振り角座や海牛っていうのがなんかこれ黄色ですね。ちょっとまあでもこれオレンジかな、ちょっと微妙なとこなんですけど、あれですね。でキャップレスのニッポニア、はい、これね結構これあれですね、獣フレンズのねあのトキちゃんとかね好きな方非常にこれ刺さるカラーリングかなと思います。あとねこれあの148ページのねこのプロフェッショナルギアスリムミニ、これなんですよね。これがねプロフェッショナルギアってあのこれ一時あの廃盤になってたやつなんですね。はい、それがねあのこういう形でねあのはい、まあこれなんですけど、はい、これ長沢文具さんとかでもねあのこういう風にあの実はあのまあプロフェッショナルギアっていう名前じゃないんですけど、まあオリジナルブランドみたいな、あ、なんかあの なんていう名前やったかな、ちょっとあの忘れたんですけど、はい、こういう形でねちょっとあの名前と形をちょっと若干ね、あの上のところはこういう風にね丸とかになってるんですけど、ちょっと形を変えてね残してたやつがなんとね見事ねあのセーラーさんからまた復活したんですよね、これ。はい、というねやつなんですけど、このねちょっとマスタードイエローはちょっともうねどっちかというと茶色寄りかなみたいな形があったんで、これもちょっとねあの見送ってるやつになります。はい、ただね結構あのまあ復活したっていうことはね喜ばしいことなんで、ぜひねこれのねコンバーターを作ってほしいんですよね。はい、まあ、自作でねちょっと強引にコンバーターにねあのこれもしてたりとかしてたりするんですけど、まあちょっとその辺なんとかしてほしいっていうところなんですよね。はい、で読者プレゼントみたいなのが来てまして、はい、まあこういう形で終わりいう形ですね。はい、最後、はい、でまああの53号、はい、この次の号は2020年の3月13日発売予定みたいです。はい、まあ2020年の春のね新作ペン祭ということで、あ、これはねちょっと楽しみですよね。はい、まあ今からも楽しみです。
はい、ということで、まあ、最後のところはレオナルドでなんか締めてる形ですね。はい、という形のね、はい、趣味文でした。はい、趣味文の52号でした。はい、皆さんいかがでしたかね。もういろいろバーって喋ってたら、うわ、もう45分ぐらいになりましたね。はい、結構なね、時間になりましたけど、まあね、あの皆さんがね、あの、まあ、2倍、3倍、N 倍、まあ、楽しめたと、あの、期待してます。ちょっとね、長くなっちゃったんですけど、まあね、あのこれで終わりたいなと思います。はい、皆さん好きなペンはあったでしょうか。はい、ということでね、まあぜひね、あのまあ気になった方とかね、まああのまた店頭とかでね、あのいろいろ買ったらいいかなと思います。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。